アカスタはイギリス海軍の駆逐艦 A 級。1920年代中盤に第一次世界大戦での教訓から将来の環球の初号機として海軍はヤーロー車にアンバスケードをニクロフト車にアマゾンをそれぞれ発注した。A 級駆逐艦は規模がわずかに広がり、魚雷発射艦がさらに2機搭載された以外はアマゾンを元に設計された。 基準排水量は1350ロングトンであり、満載排水量は1773ロングトンであった。全長は323フィート、最大幅は32フィート3インチ、喫水は12フィート3インチであった。アカスタはブラウンカーティス製の蒸気タービンを動力としていた。タービンは合計を生み出し、会場では 最大で35ノットで航行することが可能であった。海上航市中に34,596軸張り機から最大35.5ノットに達した。で4,800回りの距離を移動できるほどの重油が搭載可能であった。定員は当初134名であったが、1940年までに143名まで増加した。 主砲は1台あたり4.7インチ砲4門で構成され、環境全部と上部構造の後方に2門ずつ背負い式砲塔を備えており、防空防御用に煙突間の台座に 40mmQF2 ポンド砲、M2AA 砲も設置されていた。船には21インチ魚雷用に水上余泳台座が2門、装備されていた。5甲板に機雷相当機を搭載していたため、 爆雷は三つのイミズロに、それぞれ二つずつしか搭載できなかった。映画宅地区間は、アズリックを配置する空間が用意されていたものの、当初は搭載されていなかった。アカスタは、1929年の海軍計画にのっとり、1928年3月6日に、ジョン・ブラウンカンパニーに発注され、1928年8月13日に、 スコットランドクライドバンクにある造船所で寄港された。翌年8月8日にイギリス海軍4隻目の船として浸水式が行われ、1930年2月11日に完成した。銃や弾薬、通信設備など本部から支給された装備を除いた、建造費用は227,621ポンドであった。アカスタは3日後に収益し、 地中海艦隊第三駆逐軍に配属された。アカスタはデボンポート海軍基地にて修理されていた期間を除き、1937年まで第三駆逐軍に所属した。このほか1933年11月24日から12月20日までジブラルタルにて修理を受けた。1934年6月12日に、 マルタ沖で訓練中に共同艦であったコドリントンと衝突し、7月27日まで修理された後、1936年9月から翌年4月にかけて、スペインの海域で不干渉の巡航と難民保護活動に借り出された。月末にイギリスに戻り、5月1日から1938年4月11日まで、デボンポート海軍基地にてアズビックの搭載を含めた、 大改修を終えてからは、第7駆逐軍に所属し、11月3日から翌年1月17日まで、同基地で修理に出されるまで、アイルランドの海域での巡回任務を務めていた。修理後、アカスタは、プリマスの臨時駆逐艦として配属され、3月2日から13日までの間、アルゼンチン海軍の軽巡洋艦であったら、 アルヘンティーナに設置される予定であったアズディックの実験台としてビッカーシュアームストロングを支えた。第二次世界大戦開戦時にはプリマスの第18駆逐軍所属となっており、その任務はイギリス海峡周辺での戦団護衛などであった。1939年12月20日から翌年1月5日まで、再びデボンポート海軍基地にて修理が行われた。 修理完了後、アカスタは、ウェスタンアプローチ艦区へと配置転換され、同年4月までに合わせて22の船団を護衛した。1940年1月31日には、ラプラタ沖海戦にて、ドイツ海軍の総甲艦であったアドミラルグラーフ・シュペイと交戦した後、プリマスまでエージャックスの護衛を支援した。4月9日のドイツ軍のノルウェー侵攻後、これに対抗するために、 アカスタは本国艦隊の護衛に当てられた。4月13日になるべくへの上陸部隊の輸送任務に加わったが、輸送船団はハーシュタへと目的地が変更された。5月9日から15日まで暗礁に乗り上げた軽巡洋艦ペネロピがクライド湾まで移動するときに護衛しなされることとなった。5月31日から6月上旬までアカスタは、 駆逐艦、アーデント、アケロン、ハイランダー、ダイアナと共に航空母艦であったアークロイヤルとグローリアスの護衛に当たった。6月8日にアカスタとアーデントはグローリアスをスカパフローまで護衛する任務の最中であった15時46分にドイツ軍の巡洋戦艦シャルンホルストとグナイゼナウに発見された。3隻は16時までイギリス海軍に発見されず、 アーデントは他の2隻が進路を維持している間に、ドイツ海軍のどの船なのか特定するよう命じられた。ドイツ海軍が16時27分に発砲する前に、アカスタが再び合流し、シャルンホルストと15センチメートル複砲で交戦したものの敵の2隻は手砲でグローリアスを砲撃した。ドイツ側の砲撃後、アカスタは、 グローリアスの周りで煙膜を発生させた上で、射程距離が不足していたのにもかかわらず、戦艦に向けて発砲した。アカスタは煙膜を上げた直後に攻撃を受けたものの、威力は微々たるものであった。グローリアスが複数回攻撃を受けた後、アカスタは空母から離れ、巨雷攻撃の射程を短縮するために戦艦に接近した。その結果、戦艦から視認されやすくなったため、 頻繁に攻撃を受けるようになった。最初の攻撃は当たらなかったものの、2回目の攻撃で4本の巨雷のうちの1本を17時34分に、シャルンホルストの船体に12メートルの穴を開けさせ、右元機関室を浸水させ無力化させた。その後、アカスタは大破して炎上し始めたため、船長は乗組員に船から脱出するよう命じた。 方外員のうちの一人は、シャルンホルストの手法のうちの一機が再装填する時間を稼いだものの、硫酸弾の破片による損傷以上の効果は得られなかった。18時20分頃に、船尾から沈没し始めた。ほとんどの乗組員は、3日後に、ノルウェーの商用船であった SS、ボルガンドによりアカスタから2人、グローリアスから36人が救出される前に、 低体温症により亡くなった。救出後、アカスタから救出された二人のうちの一人が自身の傷によって死亡した。ボルガンドに救出された人々全員は6月13日にフェロー諸島のトースハウンに上陸した。8人の将校と153人の兵士がアカスタと共に戦死したか後に自身の傷が原因で亡くなった。ありがとうございます。